この番組は山梨の可能性を開く県の取り組みを皆さんに分かりやすくお伝えするため、各界の第一人者と長崎幸太郎知事との対談をお届けします。山梨県広報番組、山梨の力。これまでの、終身雇用というんですよ、年功序列でこうどんどん上がっていくという社会システムが多分もうそろそろ限界に来てるかなと思ってます。昔ですと、いろんな情報が、先輩の方々しかなくて若い子ではなかったと思うんですけども、今若い子も正直検索したりとかいろんなことをすれば情報が手に入ったりだとか、もしくはサービスの人も若者向けのサービスもたくさんあるわけであって、必ずしも若いからできないわけではなく、もしくは若いだけじゃなくて女性もそうですよね。そういう意味でですね、年功序列のその、最も堅固な牙城というのはですね、実は役所なんですそういう中でですね、今山梨県庁も少し考え方を変えようと、この秋からですね、公募制度というのを導入して、やる気のある人がもうどんどん手を挙げて、自分の求める仕事についていく、これは単に若い人だけではなくて、役職定年ぐらいの年齢になりそうな人もですね、そこに応募していただく、例えば子育てだとか、あるいは親御さんの介護だとか、で一時その職場でのこうペースダウンをこうされた方もまたもう一回頑張ろうかなっていう時に、その工房を使ってですね、最先端の仕事をやっていただく、自らこう主体性を持ってですね、例えばそのキャリアも築いていく、そういう風土、今まではその年功序列にしても何にしてもみんな他人からこう与えられるものだったじゃないですか。そうじゃなくて、自分で自分のその人生のこうスケジュールを描けるようにしていくこと、あるいはそういうふうに行動すること、これがですね、多分重要なんじゃないかなと。そうなんです、若い人にチャンスをという話、小泉さんありましたけれども、小泉さんご自身も、若くしていろいろなチャンスを得てきたお一人でいらっしゃいますよね、振り返っていかがですか。そうですね、私自身、最初は大手の金融機関に勤めたんですけれども、退職して、その後、ベンチャー企業の経営をしたのが26歳、でして、やはりその26歳で、しかも27歳の時はもう上場企業になっていて、時価総額が3000億ぐらいあって、社員も数百人いたみたいなところは、正直周りからは、いやお前みたいな若いやつにできるのかみたいな話はあったんですね。で僕自身もできてないところ多分にあったんですけど、やはりその中で1年1年経験を積んでる中で、失敗もそれを糧にして学んでこれた、なのでこの人員いろいろ働いているのは、多様性が会社の競争力につながっていくというふうに思っていますし、組織の競争力につながっていくと思うので、若いからとか性別とか関係なく、なるべく多くのチャンスを与える中で、でも一方でそこは競争社会の中で、やっぱ成果出したやつが思いっきりこう投与していきますし、その中で何かこう自分の中で気づきやる中で、今知事がおっしゃったように、もう一回リスキリングって言葉ありますけれども、もう一回そこで立ち止まって学び直してまた自分のキャリアを作っていくっていう、その自分のキャリアとか将来を自分の手で歩んでいくっていう、そういうマインドセットが多分これからすごい大事になっていくんじゃないかなと僕は思ってますね。なるほどですね。この続きはまた来週です。